予備壊滅。ポイントチャージ。エコーについては廃墟に前進せよ。エコー、両。コースは1個連隊に相当する戦力を有する。奴を人間と思うな。以上。足でまといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。頼むぞ、ケンジ。
たちの戦争はガキのためにやってるんじゃねえぞ。俺の戦争は終わった。私は好きかい？戦場には昔からいろんな言い伝えがあってね、伝説のリボーンゴーストもその一つだ。リボーンゴーストは様々な戦争で目撃されてきた。有名なベトナム、アフガン、イラク、不可能と言われた作戦を全て影から解決してきたんだ。もちろんそんなおとぎ話を本気で信じてるわけじゃない。もし生きてたら私よりおじいさんだからね。ただ君のおじさんのコードネームゴーストはその男の名から来ている。君のおじさんの戦いぶりがまるで伝説のリボーンゴーストみたいだったからね。戻ってくるから。さっき一緒に帰ろう。離れないで。ねえ帰ろう。ねえってば。ねえ。うるせえな。サチ、ごめんな。
ってくるね。
方じゃ戦争は止まんねえんだよ。俺のは戦争じゃねえ、戦だ。まだこの血が欲しいか。取りに来いよ。
あ、サチ大丈夫か。おじさん、おじさんは大丈夫？今どこ？サチ悪いな、もうちょっと待っててくれ。おじさん、おじさん、全てはお前を処理するためのトラップだ。ここまで来たことは褒めてやろう。しかしその体でどうやって戦う。今のお前はゴーストではない、ただの名もない幽霊だ。昔のお前を覚えている者など誰もいない。これ以上何を支えに生きるというんだ。トラップを仕掛けたのは本当にお前か。俺の前にお前がいる、それが全てだ。俺の血がそんなに欲しいか。悪いなおっさん、俺の血はもう枯れちまってんだ。伝説の杜氏郎、なぜお前はあの少女を助けた。なぜお前はバディであるアビスを殺した。なぜ、目に合わせた。なぜ、なぜ、なぜ、なぜお前は戦う。なぜ、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 そこまでして生きたい。死んでるんだよ。